どうもエルザです。それではウィッチャー3ワイルドハントやっていきたいと思います。さあ今回は行方不明者たちというクエストやっていきましょうかね。さあロフォーテに飛んできたわけですが、まあ、イエネファーと何かしら情報を集めている感じですね。何かの儀式だな。待つしかないか。そんな時間はないわ。失礼、中断させてしまってごめんなさい。でも大事な用があるの。死者を弔っているのが分かりませんか。静かに。まだ生きている人を探してるの。お願い、時間がないんです。話してみなさい。そう、ワイルドハントに村が襲われたと聞いた。ワイルドハントが村を襲ったと聞いた。そうよ。でも誰も信じてくれない。あなたたちだってそうでしょ。骸骨の騎士を見た。霜に覆われた鎧を着た。ええ、見たわ。奴らは死者の爪でできた船でここに来た。物語の通りにね。レイフが子供たちを大声で呼んだけど、奴らが来て顔を切りつけたわ。彼は喋ろうとしたけど血が流れるばかりで。人を探しに来たのでしょう。傷を蒸し返しにではなく、もう十分よ。それからどうしたの。そうだね。そうだね、一旦蒸し返しやめよう。イエネファー、もう十分だ。もう十分だ。まだよ。どこにいるかが分かれば。分かってる。頼む。もういいんだ。分かったわ。要件をお話しください。さあね、これ以上深入りして話をしてもらえない可能性もあるからね。灰色の髪をした少女を探している。シリという少女を探している。髪は灰色、目は緑色だ。残念ですけど、ここにはいないわ。墓の中でなければですが、その名前に聞き覚えはないけど、たくさんの人を埋葬したから忘れてしまったのかも。そのシリという子、傷跡はない。頬のここに。そう、その子はどうなったの。わからない。一瞬見かけただけなの。全てが起きる直前に小屋であの臆病者と一緒にいたの。あの男だけは許せない。臆病者。ほう、シリはなぜここ。他に何か覚えていないか。疲れているようだったわ、すごく。そして髪の毛が濡れてた。安心した。少なくともお風呂に入れたのね。詳しくはすぎゃ。臆病者よ。失礼、臆病者ならもう少しわかるでしょうけど。さあ、臆病者とは。その臆病者だが、名前はあるのか。昔はあったわ。長老たちが一族の伝記から消してしまうまでは。まるで存在を消されたようでした。彼に触れること、彼と話すこと、その名を口にすることさえ禁じられた。何をしてそんなことに。あいつは逃げたのよ、自分一人だけでね。そいつと話す必要があるな。ここの方には反してしまうのだろうが。遅かったわね。彼はモークバーグ大事に聖なる園に向かいました。臆病の普通怪物と戦わない。確かにね。まず聞いてみよう。自分から戦いに行く臆病者か。矛盾している気がするのは俺だけか。臆病者は村人の間違いを証明するにはモークバーグ大事しかないと考えています。そして名誉と名前を取り戻すために。裁きがもたらす試練、いかにもスケリッジね。私はあなた方の法を軽んじません。同様に願います。聖なる園はどこにある。その聖なる園はどこなんだ。そんなに遠くは、北の方です。そこで薬草を取ったこともあるわ。今は。今では女神様の植えた木より先に行くことはありません。その木の前で捧げ物をして祈るの。そこを越えると聖なる園に閉じ込められます。はあ、ってことは魔法がかかってる感じか。
モークバーグ、なんだそれは。モークバーグ、なんだそれは。誰ですね。スケリッチ史上最低最悪の男。彼には道徳というものが一切なく、自らの一族の地を襲い、ニルフガードの金品を奪い、子供や妊婦すら殺め。よく知っているタイプだ。ただ彼も神々の怒りだけは恐れていたそうです。モークバーグは神々が間違っていることを証明しようと、それでヒンダースファルにある女神の庭園を荒らしに。もう10年以上前の話ですが、女司祭長のウルブが止めに入りました。モークバーグは彼女を剣で突き、泥の中へ投げ込んだ。死にかけながらも彼女は呪いをかけ、それからモークバーグは獣となりました。呪いに怪物、忙しくなりそうね。仕事に行きたい。そうだね、モークバーグを退治してもいい。モークバーグを退治してもいい。どんな怪物かは知らないが、銀の剣があればどうにかなるだろう。そんなに単純ではありません。これまでに何度か退治されたはずですが、それでも戻ってくるのです。そうか、ややこしい呪いのようだな。もっと情報が必要だ。ですが、知っていることは全て話しました。エイナーなら何か知っているかも。モークバーグたちが襲ってきた時に、聖なる園にいて一部始終を見ていたはず。唯一の生き残りです。彼はラービックに引っ越したわ。海に出ている時でなければきっと港にいるはず。そうか、十分だ。ありがとう。聖なる園に行くつもりなのですね。よその方に聖域に入ってほしくはないですが、仕方ありません。巡礼者は木の前で自らの血を捧げる習わしがあります。臆病者もそうしたはず。でなければ勇気だけでなく、フラヤに対する敬意も欠けていることに。私たちのことは心配しないで。ゲラルトも私も神々には敬意を払ってるもの。さあ、じゃあ敬意を払いに行きますか。咳払いもちょっと今気になるな。とりあえずファストトラベルはできると。じゃあ探しますか。家はいらないだろう。家族は帰ってこない。お前は一人だ。あの家を直すより、ラービックに骨折り損にならなきゃいいが。もし臆病者が死んでいてもなんとかなる。ゲラルト、どこ行くの。アイテムをというそのうちわかるわ。たまには説明してくれてもいいと思うが。でもそれじゃあ、あなたが恋に落ちた女じゃなくなっちゃうでしょ。さあ、守られた財宝。おお、あんなところに財宝あるか。なら、勇気。どうしよっかな。勇気か。イヤーデン使わないとっていうところなんだよな。いや、意外と近寄ってこない。まあ財宝系取っておくとね、レシピが手に入るからね。さあ、そろそろ大量のカラス。フライアンス、あらあら、きっとあれが。ほんの一かじりでもいい。一かけら、一粒でも、食い物、食い物。くそ、またか、くそ。反映されてないみたいね。もっと近づいてみないとわからんな。狼男か。足跡はそこにあるけどね。まあ、歓迎はされないだろうね。どうするの。村人の言っていた木を目指そう。女神様に血を捧げに行くの。それはわからないが、臆病者はそうしたんだろう。
手がかりがあるかもしれない。そう、特にはただ声がするからね、下の方からね。臆病者はここに来たようだ。この後は片膝をついて習わしに従って血を捧げたのだろう。結婚だ、わかるか。私は人間離れした美しさかもしれないけど、あなたみたいに人間離れした感覚はないの。ならここで待っていてくれ。悪気はないが、雑草と泥の中だと君は。足手まとい？もう少し言葉を選ぶつもりだったが、まあそういうことだ。いいわ、ここで待ってる。もし何かあったらここから呪文をかけるわ。反論してくるかと思ったが、後で反論してくるかと思ったが、私が？やめてよ。私は聞き分けがいい子なの。イエネファ、俺の目を見ろ。何を企んでる？いろいろよ。テメリアの王冠をどう手に入れるかとか、ケイアモルヘンを気づかれずに売却する方法とか、ほら言って。さあ、何かしようとしてるのは間違いないね。ここは血が。臆病者の血だ。大量の出血だな。この先に彼がいるはずだ。これを調べたいか。何かあるが、ここからじゃ判別できん。そういうことね。あとはこれか。足跡が浅い。臆病者は慎重に進んでいる。ほう、ここから降りた。ってことは一旦ここを降りる必要があるか。おいおい、どれだけ待たせる気だ。そしたら。鋼に変えて。違うね。これでいいか。痛いね。そうか、狼がいるか。魔法これね。薬草は手に入れておいて。特にはって感じだね。怪物の痕跡、何かを追って走っているようだ。こっちか。モークバーグは隠れるのに飽きて襲いかかったようだな。ふふふ。はいね。はい、終わり。まあ肉ゲッチュと。臆病者の血だ。臆病者の血だ。それ以外は。臆病者は傷を負って走り出したな。ってことは襲われたか。臆病者の血だ。一緒の痕跡と。それも同じってことか。臆病者の血だ。そうだね。こっから入れるわけか。
鍵がかかってる。いやでもここで足跡叩いてる気がするけどね。扉が開かない。臆病者が封鎖したか、単に鍵をかけたか、調べてみよう。調べる。この足跡をたどれば臆病者に会えるはず。死体かもしれないが、これドアを調べるって言ってもなかなかやね。そうなると登れギリ登れたね。そしたら。いやそういうわけではないか。そうなったら食えんじゃなくて、ああどうだね。おい、ああダメか。照準が合わない。ああ違う違う違う、そっちじゃない、こっちの火が気になるの。いやーじゃあうまいことロックオンかからんな。ってなると、あもう一つあったね。簡単には諦めない。いや、なんかあるね。調べ、何を調べるんだ。モークバーグは簡単には諦めない。一緒か。こっちでもない。他になんか抜け道があるか、もしかして。特に燃やせるわけではないか。開けれないね。ういっと。あとは。この中にもないのかな。なんかちょっと音がした気はするが、気のせいかな。鍵かかってる。そうか、じゃあ中じゃなくてやっぱ下か。違うね。ここは入れない。そうか、足跡は、あ、でも左ついてるね。よし。また出てくるかな。いやさっき勇気とかいたけど、あの辺りが出なければいいなって感じだね。これは調べれるか。歯型がない。モークバーグは人を食べないのか。妙だな。臆病者を見つけたの。いや、古い死体のようだ。何、聞こえない。おしゃべりするなら近くに来てくれなきゃ。イエネファーも随分衰えたな。衰えねえ。まあ確かにね、見た目はあの魔法で若くしてるだけだからね。
魔女は見た目にこだわるっていうとこらしいからね。古いのも新しいのもある。近くにねぐらがあるな。あー、左もういけると。ここは渡れないな。水路を開いたら下に降りてみよう。なるほど。レバーで水路の門を選び、もう一つのレバーで操作する。よくある仕組みだ。ということは一人ではどうにもできない感じか。よし、そしたら、そしてあとこれか。あーで下げるとね。じゃあ上げてていいか。はあ、ははあ、これはこれで、あーでもあそこ絶対いける。あ、やっぱ鍵かかってるよね。そんなことだと思った。じゃあ、さっきの入り口入っていきますか。鍵、ラマンド、鍵をどこへやった。木箱、聖堂に全部入れてある。ただ、鍵だけない。鍵、どこだ。なぜ黙ってる、ラマンド。コソ泥、ペテンシエ、腐ったれ、役立たずの神野郎め。鍵を手に入れてやる手など借りない、バカめ。どうした来い。さあ、いきなり戦う感じだね。さあ、いやー、やっぱちょっと強いね。話す気になったか。話せるのは今だけ。そういう呪いだ。俺を凶暴化させ、疲れ果てるまで噛みつかせる。俺が血を失い蘇るまで。 まだ時間がある。いいか、よく聞け。呪いを解け、解放してくれ。そうすれば礼はする。そうだね。臆病者を探し、臆病者を探している。お前を殺しにこの辺りに来たらしい。そいつは、しくじったようだな。ここに来るやつは、大抵名乗らない。そいつは、どんな見かけのやつだ。いや、わからない。なら、助けられん。殺したやつが多すぎる。礼をすると言ったか。何か礼をすると言ったな。奪ったものはほとんど逆台に消えたが、一つ残ってる。本物の宝が隠してある。助けてくれたわ。くれてやる。じゃあ人狼でいたくないのか。人狼の生活は楽しくないのか。最悪だ。くせ、くせ。
誰が底辺に閉じ込められ空腹が耐えられない、うん、何を食っても全部灰になる。食えないし、うん、飲めない。死ぬこともできずに、あてもなくうろつく、この上は地獄だ。俺は自分の肉を食う。たった一かちりが俺の喉を焼く。熱いタールのように。永遠の空腹か、古典的な呪いだな。どの死体も手つかずだった理由はそれか。助けろ。出なきゃ戻ってきてお前をズタズタに引き裂くぞ。まあそうだね、倒しても倒しても蘇るって話だから、呪い解いてからじゃないと無理なんだろうね。何か考えてみよう。何か考えてみよう。考えて実行しろ。さもないと蘇るぞ。さあ、ウォークバークに食べ物を与える。まだ与えるのでは、いや、ちょっと見てみるか。お前の暇つぶしになって付き合ってられねえんだ。すまんすまん。そういうつもりじゃなかったんだけどね。さらばだ。ではな。また会おう。とりあえず何かしら必要があるはずだね。食ったところで灰になるっていう話だったからね。おお。洞窟。ああ、地下に何かしらあるって感じか。他にはまあこの裂け目はさすがに無理だろうね。結婚あるか。空腹の呪いって古典的なんだね。変身術。めっちゃ書類があるが、まあこの辺りはいいか。粘土に作り替えて変身すると。魔装の仲間だ。我慢強く口が固い。さあ宝探しも始まった。これは後でいいかな。狼の皮をかぶってみる。また不思議な。狼の皮。どこにある？いや違うね。あら、クエストか。いや制作やもんなこれ。狼の顔、狼の顔。霊薬でもないし、あ、やっぱさっきの素材のところか。
この辺りもね、まあ、とりあえず一回戻るか。一旦排除はしたけどっていう感じだよね。さあユニファーにちょっと話しようか。何？どうかしたの？聖なる園について教えてくれ。聖なる園について教えてくれ。草ぼうぼう、手入れがされてないわね。歴史を聞きたいんだが。フラヤ自身が木を植えたと伝えられてるわ。世界ができて間もない頃、女神はスケリッジ中を歩いて岩の間に種をまいた。でも蛇のウロボロスがカゴに穴を開けた。それで種はすべて流れ出てここに落ちたってわけ。だから痩せ地だらけのスケリッジでここだけ草木が豊かなの。信じているのか？本気で言ってるの？そんなわけないでしょ。植物に適した環境が整ってる、それだけよ。人狼にされる人生なんてまさか負け犬だな。人狼にされる人生なんてまさに負け犬だな。飢えたる犬は棒を恐れずって言うわ。油断はできない。だが呪いで閉じ込められている。何をしても負け犬の遠吠えだろう。こんなの犬に論語でしょうけどね。いや、しかし犬も歩けば。ゲラルト、もういいんじゃない？そうか、まだいくつか思いついているが。でしょうね。あなたの勝ちでいいわ。そうだね、このゲーム結構日本訳しっかりされてるんで、あんな感じでね。いや、よく変換できてるよね。臆病者ではなかった。そう、それでその死体がどうかしたの？それが噛まれた跡がなかった。おかしいと思わないか？ゼリカニアの料理もダンディリオンの名声も先の尖った靴も全部おかしいと思うけど、いちいちあなたに言わないわ。つまりこれは時間の無駄だということか？今最も重要なことに集中するべきだって言ってるの。さあ、よし、降りてみるとしよう。用心してね。先に話す感じだね。庭園にいる人狼を排除するって書いてあるけど、何かしらするんだろうけどね。洞窟は入ったけどね。呪いについてエイナーと話す。ロフォーテンにもしかしている？まあいいや、とりあえず。さあね、水没した穴への入り方を見つけないとね。また死体。これにも歯形がない。ああ、よげると言っても砂に砂に、いや、いけるか。お、いけた。さあ、ちょっと急ぎ目に泳いでいきますか。さあ、呼吸は持ったね。上から落ちてきた骨、何年も前だな。
南京城の鍵。ああ、これで OK。これぐらいかな。まあ、水かさ減らしてそれでっていう感じか。一応一気どうもあり、鍵見つかったからこれで反対側に行けるわけだね。さあ戻ろう戻ろう。そうだね、泳げることすっかり忘れてたねそんなにね泳ぐこともないからね。だったさあこれで、鍵開けて中に入ろうか。そうか、先に人狼を見つけてっていう方だとスムーズだったんだね。始末ができないからね、そもそもね。開いた。ここは開いたが、こっちはどうだ。モークバーグは簡単には諦めない。ああ、こっちだけか。で落ちたか。臆病者は食われるより溺れ死ぬ道を選んだのかもしれない。なあなし。ってことは降りろってことかな。うん。この辺りも特に何かあるかなって思うけど、あそこの扉から先に来たって感じか。フラヤのシンボルだ。手つかずだ。食われた痕跡はない。殺すだけで食わないのか。奇妙だな。傷が治った。いつも相撲はそうだ。元通りだ。羨ましい限りだ。うん、話を聞きたいか。ああ、話せ。いいだろう。聞いてやる。戦士たちが来た。俺を殺せないと知っていた。だから俺を罠にかけ閉じ込めた。どうしたかわかるか。自分の足を噛み切って逃れた。一髪ごとに激痛で吠えながら血を吐き。自分の足を噛み切ったら痛いのは当然だと思うがな。お前は分かってない。それだけじゃないんだ。口が火を食ったように焼けて。体が内側から引き裂かれるような。死ぬかと思ったが最後までやりきって。それから奴らを引き裂いてバラバラに。クソタレの英雄気取りの奴らを細切れにしてやった。同情しろというのか。お前に同情しろとでも。違う。お前に
わかって欲しいのだ。お前は俺を殺せない、止められない。縛りつけても手かせも足かせも無駄。呪いのせいで家を蘇る。そしてお前を殺す。さあ、また一旦落ち着かせる感じだね。で、若干瞬間移動的なのするんだよね。はい、落ち着いたか。またあったな。お前ならできる。解放してくれ。そうだね、さらばな。また会おう。いや、殺せないって言ってるからね。襲っては来るだろうけど。そう、狼の皮をかぶってみるっていうのがさ、形が、白いだね。これで皮順に並ぶと思うんだが、意外とね、皮がね見つかんないんだよね。まあ、こんだけ数多いとっていう気もするが、あった。マジックよね。なんかイベントで被るのかな。狼の顔被ってて、多分そういうことじゃないんだろうね。クエストの名前だろうね。とりあえず調べないと。特にこっちはなし。扉も調べとこうかね。モークバーグが壊したのか、反対側から匂いがしたのか。さあ、ここは開いたね。よし、鍵を開けた。ああだよね、繋がるよね。じゃあ、あそこ降りてみますか。調べるものは調べたしね。さあ、ここは出てきましたか。おい、聞こえるか。ゲラルト、びっくりさせないでよ。すまない、悪気はなかった。だといいわね。臆病者を見つけたら教えて。明らかにわざとで。さあ、登って。足跡、ああまだ続いてるね。ここも、いや、なんかあるな。あー、間に合わなかったか。くそ、死んでる。かなり時間が経っているな。ヤネバ、見つけたぞ。どう？フランシュタインの中でもかなりひどい方だろうな。最悪。いいわ、持てそうなものをかき集めて上に来て。正気か？考えあるのか。まあ、考えがあるのかね。考えがあるんだろうな。いいえ、腐った死体を眺めたいの。上についてから話すわ。それでいい？相変わらず人使いが荒いな。お前に会わせたい人がいるんだ。腐敗が進んでる。でも生体は無傷ね。
何か聞けるかもしれない。おしゃべりなタイプに見えないが、死体だってお話はできるのよ、やり方さえ知っていればね。高齢術は固く禁じられているのでは。婚前交渉だって禁じられてるでしょ。馬鹿げた決まりなんて関係ない。黒魔術だけやめとけ。ああそうだね、黒魔術だけはやめておけ。必ず悪いことが起きる、必ずだ。私だって嫌なの、本当よ。でもシリの身に危険が迫っていることの方が耐えられない。それはわかるが、だからといって。ゲラルトお願い、今は議論をしている場合じゃないの。そうか、材料集めか。必要な材料あるか。新生児の血でしょ、処女の舌と、あとはイモリの眼球ね。もう一回頼む、皮肉は抜きでな。材料なんかいらない、私は女魔術師よ、薬草医じゃないの。必要なのはエネルギー、大量のね。幸いこの場所は魔法エネルギーに満ち溢れてる。聖なるそのエネルギーで死体を生き返らせるなど、女死体たちは大激怒だろうな。ゲラルト、私は解決策を提示してるのよ、いちいちケチをつけないで。すまない、早速始めよう。煩わせて悪かったな。お願いゲラルト。それだ、君のお願いはいつもお願いじゃなくて指示なんだ。まあいい、始めよう。セレイン、セレイン、デフレン。セレイン、セレイン、ダメだ。ロフォーテンの臆病者ね。ジメジメ、俺の名前はフィンハール。お前は戦いの中で名誉ある死を遂げた。まずこっちからかな。お前は戦って死んだ、名誉ある死だ。死体を励ましてる場合じゃないわ、ゲラルト。灰色の髪で緑色の目をした女の子よ、彼女に何が。そんなことどうでもいい、彼女に何があったの。ここで何をしていたの、話しなさい。話して。話しなさい。落ちて、シリ、ジルエアエル、聞こえるかい。ええ。私は行かねばならない。ドラウナーの岩場で合流しよう。いいな。
言ってごらん。ドラウナーの岩場。起きたか。もうてっきり。ここはどこ？あなたは？大丈夫。ここはヒンダースファル、ロフォーテンの村だ。俺はスヒャール。でも私、何が？海から引き上げたんだ、君の友達とな。私と一緒にいた人は？どこに行ったの？私の友達は？ちょっと前に出て行った。船を探すと言って。なんであんな仮面を？顔に何かあるのか？いいえ、人に見られるのが嫌いなだけ。私はどのくらい寝てたの？どのくらい寝てたの？ほぼ一日。運んできた時は朝で、今はもう夜だから。もうそんなに？休む必要があったんだろう。何かあったんだろう。ひどく生々しい傷もあったし。服を脱がさ、そう、いろんなことが。そう、いろんなことがあった。大陸の女は戦わないもんだと思ってた。戦わなきゃいけない時もある。さあ、また肩を貸して。立ちたいの、手伝って。いや、まだやめた方が。おしゃべりはいいから、肩を貸して。あら、それでこそ私の兄さんね。ちょっと目を離したら女の子にちょっかいを出してる。アストリッド、俺は単に彼女を助けようとしてるだけさ。イチャイチャしてるとこを邪魔しちゃって悪いんだけど。来て、サウナに行くわよ。え？その口にうなぎでも入れてほしいの？サウナよ。あんた運び込まれた時、クジラみたいに真っ青だったの。体を温めようって言ってるの。そうだね、もう大丈夫。本当に大丈夫。気分も良くなったから。ちょっと、大丈夫ですって？まともに立ててないじゃない。寒さで筋肉が固まっちゃってるのよ。心配いらないわ。ママと私が面倒見てあげるから。ドラウナーの岩場。ごめんなさい。ドラウナーの岩場に行かないと。それもすぐに。無理に止めやしないが、かなり遠いし、それに歩けないだろう。馬で行った方がいい。そうね。スキャールが馬の準備をするわ。ちょっと時間がかかるけど、それでも歩くよりは早いわ。そうね、そうする。二人ともありがとう。はいはい、いいのいいの。さあ早く汗を流しに行くわよ。私の服は？おしゃべりはやめていきましょう。あの仮面をした人、遠くから来たんでしょ？そう、とても遠いところよ。で、どこなの？詮索好きね。生まれてからずっとこんな魚ばっかりの水たまりに住んでるのよ。あんたみたいに旅ができたら。私みたいに？後悔するわよ、絶対。はい、ということで今回ここまでにしましょう。ちょっと次回は尻編やっていく感じだね。まあただ動きがね、尻編見てどんどん分かってきてる感じもするんで、ちょっとそれはそれで楽しみにしましょう。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。